こんにちは、S サポータータ堀秀夫です私がオーストラリアマゾンマニュアルを作った理由ストップ迷惑行為魔法のツールを使って稼ぎましょうそんなできっこない甘い言葉に騙されて Amazon 市場を荒らす参入者を増やしたくない無料で出品可能なアマゾンではツールと無在庫の組み合わせで稼げるわけがないです 二人出品者がいれば、まあお互いに競り合って、競り合ってというかね、値下げし合って、あっという間に儲からない商品になります。まあそんなのをね、何十人も下手したら、100人以上がツール回したらね、稼げるわけがない。だけど、稼げると言うとね、稼げたらいいなと言ってツール使う人がいるっていうのはね、まあ、本当不思議なんですけど、まあ、ちょっと考えれば、あれはね、少しやってみればわかるんですけど、 まあせっかくツール使ったからというんでね、えー、もう全く合わない値段まで値段を落としちゃうと、でそれだけならまだしも儲かんないからって言ってやめて放置しちゃってね、えー、注文が入ってもそれ何もなら、えー、見てないと、送らないということになったりして、本当、アメリカではそうだったんですけど、まあ、日本人に対する風当たり、すごいきつくなりました。初めの頃はね、えー 商品の納した商品が足んないとかね、えー、なんかクレームつければすぐに弁償してくれたのが、まあ、逆にもう日本人なんかわけのわかんないことやるし、うるさいしっていうんでね、えー、ちょっと連絡取るとあっという間にアカウントがサスペントされるようになっちゃったと、まあ、それもこれもツールのおかげかなというのがあるんでね、まあ、オーストラリアはそんなことがないように、FBA を使って稼ぐ、ちゃんとした正しい、ねえー、ノウハウを広めたいということでね、えー 気軽に始められるマニュアルを作りましたちなみに出品するのにお金がかかる ebay の場合はツールプラス無在庫で稼げる余地があります。何しろカタログを作んなきゃいけない ebay の場合はね。で、えー、出品するのにもお金がかかる。だから無制限に簡単に出品できないんでね、えー、性能のいいツールを作って稼いでる人もいます。ただ、Amazon じゃあもう既存のカタログにただ出品するだけなんでね。 ただ価格差を見つけて簡単に出品するツールで稼げるわけがない。もうこれは100%間違いないんでねあの、ツールで稼げるって言ったらこいつインチキ言ってると思って間違いないです。Amazon ではツールプラス無在庫では稼げません。Amazon の強みは FBA。ね、FBA 使わないと Amazon 使う意味がないと。ねえー、なのに FBA なしでツールで無在庫とか本当に意味わかんないんですけど、まあ、意味わかんないのをね、進めてね、えー、それが売れると。 いう悲しい現実がありますので少しでもその被害状況をマシにしたいアマゾンをやるなら FBA ですそう考えてアマゾン n 出マニュアルを作りました私は月30万円儲けるスキルが実際に身につくサポートを提供しているから10年間サポートを続けることができています輸入と輸出の本も出版しました 2010年に輸入ノウハウの本、2013年に輸出ノウハウの本を出版しました。およそ30回も転職を重ねた飽きっぽかった私が、なぜ10年以上も転売サポートを続けているのか。正しいノウハウを広めたいというのもありますし、もう一つが何人かの社畜を救いたいと。日本を元気に、みんなの笑顔を、そんな大それたことは考えません。 何人かの人は私の本やブログ、動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。すでに何人かの人は社畜から脱出済みです。何人かの人が喜んでくれて、私も暮らしていけるなら続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上転売ビジネスを教え続けています。輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば、世界中どこでも暮らせます。 アメリカのナパバレーオーパスワンのワイナリーですねセラーですオーストラリアのシドニー毎年行ってますギリシャのアテネパリ島中東のドバイいろんな国を旅行しながら暮らしてます好きな場所で暮らせて感謝されるなんて最高の仕事を見つけたと感謝の日々ですアマゾンに出会えて感謝 通常ビジネスを覚えるには3年最低3年はかかります。私も3年がかりで胸金を使い、回り道をして妻の嫌みに耐えながら3年かけて稼げるようになりました。ところが、アマゾンを使えばわずか半年で結果が出ます。何しろやることはシンプル。買い物した商品を高く買ってくれる人に売る。たったこれだけ。どうこした低賃金の日本。 ね、世界幸福度ランキング日本は第58位、ねえー、非常に悲惨な状態です日本では普通の人が幸せになることは年々難しくなっています原因は一言で言うと低賃金ですみんなの所得が低すぎてギスギスした暮らしにくい国になっていますしかし輸出ビジネスをしようとする私たちには追い風なぜかというと低賃金のおかげで30年物価も変わらず安いまま そのため、日本にあるものは、輸出をすれば何倍もの価格で売れるものだらけです。日本で稼ごうと思えば、日本は地獄。しかし、輸出する商品を仕入れる場所として考えると、日本は天国です。自力で稼ぐ方法を身につける、私自身が欲しかった副業サポートサービス。私が作ったサービスは、副業でパソコンを使って稼ぎたい。でも何をすれば稼げるのかわからない。 そんな昔の私が欲しかった副業サポートサービスです。会社ずっとめを何年続けても自分で稼ぐスキルは身につきません。輸出ビジネスに出会って自力で稼げるようになって私は自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。稼ごうと決めてから 実際に収入を得るまでに3000万円以上の無駄金と3年の月日をかけています。初めから物販やってりゃよかったんですけどね、何か情報、商材、マニュアルを作ろうとか、初めからサポートしようとかね、アフィリエイトで稼げないかとか、いろいろ無駄なことをしました。もうね、あの時、今の私に会いたかったと。そんな、やったことないことやって稼げないと。 強みのないものやっても稼げない。身の回りに高く売れる商品がいっぱいあるわけだから、それを輸出する、あるいはね、安いところで見つけて高く売れるところで売ると、そのシンプルな方法が一番稼げると。気づくのに3年と3000万って、バカかお前って感じですけど、まあ皆さんにはそんな思いをしないで済むように、あなたには回り道をせず最短距離で稼いでほしい。あなたは、 最短距離で輸出ビジネスを身につけられる私はあなたにサポートをして喜ばれ好きな部下で暮らせるこんな素晴らしい仕事はないなと感謝の日々ですそんな思いで輸出サポートを提供しています日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジネス私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています これから初心者が副業を始めるならオーストラリアアマゾン室が一番です。わずかな投資で一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。